リチャード・フロイド・マッコイ・ジュニアは、アメリカ合衆国のハイジャック犯である。1972年、マッコイは、ユナイテッド航空の旅客機をハイジャックし、身の代金の要求を行った。手口がよく似ていたことから、捜査当局ではマッコイを4ヶ月前に起こった DB、D.B. クーパー事件の有力な容疑者だと考えていた。1942年、ノースカロライナ州キンストンで生を受け、 少年期はそこからほど近いシ部式で過ごした。1962年、ユタ州プロボに移りブリガムヤング大学への入学手続きを行うが、その後一時退学して、兵役を果たすために陸軍で2年間勤務した。ベトナムでは爆発物の専門家及びパイロットとしての任務に従事し、1964年にはパープルハート賞を受賞している。1965年、 大学に戻り、ここでカレン・バーンズと出会った。1965年8月、ローリーにて結婚。1971年、二人の子供を設ける。その後、残りの兵器機関を務めるために陸軍に戻り、再び、ベトナムへ派遣された。二度目の派遣では、陸軍法省メダル及び主君飛行十字章を受賞した。帰国後は、ユタ州兵に順位として所属し、 また熱心なスカイダイバーとしても活動していたという。マッコイは、モルモン教の日曜学校で教鞭を取る傍ら、ブリガムヤング大では、法執行官になるための教育を受けた。この時期、彼は FBI や CIA の捜査官になることを夢見ていた。1972年4月7日、マッコイは、ジェームズ・ジョンソンという偽名を使い、コロラド州デンバーにて、 ストップオーバー中だったユナイテッド航空855便に乗り込んだ。855便の使用機材はボーイング727であり、前年に発生した DB クーパー事件のノースウェストオリエント航空305便と同じくエアステアが装備されていた。マッコイは手榴弾と拳銃で武装して乗務員を脅し、身の白金として50万ドルの現金を手にした後、パラシュートを用いて、 空中で脱出した。警察では、ある運転手からの通報を受けて、捜査を開始していた。その運転手は、ファストフード店前でヒッチハイクをしていたマッコイを車に乗せたと語り、その時彼は、ジャンプスーツを着て、ダッフルバッグを抱えていたという。また、マッコイは、かつて簡単なハイジャックの方法があるとして、犯行計画を語っていた。指紋化運転や、 筆跡鑑定などを経て、事件から2日後にマッコイは逮捕された。皮肉にも、当時彼は、周辺のヘリコプター操縦士として、犯人捜索に参加していた。FBI 捜査官は、マッコイの自宅から、ジャンプスーツとダッフルバッグを発見した。バッグの中には499,970ドルの現金が残されていた。マッコイは無罪を主張したものの、ハイジャックについて、 有罪とみなされ、懲役45年が課された。マッコイは、ペンシルベニア州ルイスバーグの連邦刑務所に、収監された。しかし、彼は、署内の歯科診療室に忍び込んで、歯科用ペーストを盗み出し、それを使い、偽物のピストルを作り上げた。1974年8月10日、何人かの共犯の受刑者を連れたマッコイは、偽のピストルを使ってゴミ収集車を乗っ取り、 そのまま刑務所の正門を突破して脱獄を果たした。脱獄から3ヶ月後の11月、FBI はマッコイがバージニア州バージニアビーチに潜伏していることを突き止めた。その後報じられたところによれば、11月9日にマッコイは帰宅途中に FBI 捜査官と遭遇、そのまま銃撃戦となった末、三段銃で射殺されたという。1九9一年、 FBI 捜査官のバーニー・ローズとラッセル・ピー・カラムによる書籍 DB ・クーパー、ザリアル・マッコイが出版された。二人はマッコイ事件の捜査に参加しており、同書の中で彼と DB ・クーパーは同一人物だと主張した。彼らは手口の類似性に加えマッコイのイニシャルが入ったネクタイやブリガム・ヤング大学のメダルがノース・ウェスト航空11便の機内に残されていたと、 指摘した。出版後、妻のカレンは、両著者、出版社、及び彼女の弁護士だったトーマス・エス・タイラーを訴えた。彼女は、ハイジャック事件について、自身も関与したという、誤った記述が、同書に含まれ、また引用されている1970年代に、行われたタイラーに対するインタビューにも誤った、内容が含まれているのだと主張し、同書の出版及び販売の差し止めを求めた。 しかし、裁判手続き中に、カレンも夫のハイジャック計画に深く関与していたことが明らかになり、販売差し止めの請求は退けられることとなった。ただし、同書の映画化については、彼女が抗議している4つの特定の主張を含む、場合に限り禁止されることとなった。1994年、カレンは和解を受け入れた。ありがとうございます。